こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は29日、肉の日ですよ。はい、あの肉の日といったら肉のハナマサのセールの日なんですよ。はい、なのでね、あの先ほどね、ハナマサ行ってきました。はい、あの今日のね、戦利品をね、紹介したいと思います。はい、あのまずですね、じゃーん、豚バラ肉。はい、フランス産の豚バラスライスが 100g あたり88円、88円ですよ。そうそう、88円ね。で、882円。はい、安い。はい、あの内容量ね、 103g ですね。 1kg 買ってもこの値段。はい、ねえ、ありがたいですよね。はい、豚バラ肉を買ってきました。いつもは100g あたり109円とか、安くても99円なんですね。なので今日 100g 88円は安いですよ。はい、はい、で続いて、じゃーん、はい、豚ロース切り身。はい、これアメリカ産の豚ロースですね。これは100g あたり98円。はい、安い。内容量 683g。 はい、ね、あの5キロ入ってますね。こんだけ入ってるとありがたい。私結構最近ね、あのとんかつをするので、はい、結構ね、分厚いのでね、食べ応えのあるとんかつできますね。はい、ね、豚ロースもね、グラム100円以下、ありがたいですよね。はい、で最後に、はい、牛サーロインステーキー。はい、このステーキ100g 198円なんですよ。ね、牛肉もグラム200円以下、安い。はい、でこれもね、485g、 500g ぐらい入っててもね、1000円いかないぐらいなのでね、あの本当にね、あのいっぱいお肉食べたいという時は、やっぱね、こういったね、肉を買ってきて家で焼くのが一番ですよね。はい、いつもね、この牛サーロインステーキは250円ぐらいで売ってるので、今日安かったですね。はい、いつもね、これにね、塩コショウだけでね、焼いて食べてます。はい、がっつりね、お肉今日は食べようかなと思います。はい、ということで今日はですね、ハナマサに肉の日ですね。はい、肉の日といったらハナマサ、ハナマサで買ってきたお肉をですね、紹介しました。はい、今日の戦利品の紹介でしたね。はい、ご清聴ありがとうございました。